小学生の時とかさ、虫殺していいと思ってたしな。なんかセミってなんか見分け方あるよね。本当に死んでる時と死んだふりしているという、まあ死んだふりというか死にかけの時。ああ、あったね一回。もうよく覚えてんな。俺そう昔ね、頭おかしかった時期ね、セミが倒れたから玄関で、ガッツだぜパワフル魂聞かせて、結局起き上がらんかったからそのまま放置したけど、あの時何してたんやろうな。フォートナイトとかしてて、ソロでさ、一人俺と野良三人みたいな、スクワットっていうのがあんねんけど、それをやっててさ、全然蘇生してくれなかったから、VC で軍歌流してたら、音でかすぎて警察来た一回。軍歌というか、抜刀隊の歌みたい。我は官軍、我が敵は、天地入れざる朝廷貴族、敵の対象たる者は、ここ無双の英雄で、それにしたゴーツはものはみたいな。なんで歌えるねん。日本史勉強してた時に覚えた。インスタに写真上がってあ、マジで。インスタなんかたまに、やたまにほんまにウルード氏ぐらいのペースでログイン、ちょっと待って、ウルード氏ぐらいのペースでログインしてるわって言おうと思ったら、俺のインスタのプロフィール、ウルード氏ぐらいのペースでログインしてますって書いてんだけど、嫌やわ。考えることずっと一緒なの。味方を鼓舞するために VC で大音量で軍歌流してたら、こんにちはしてきて草っつって、警察の写真貼ってる。2019年8月28日、4年前っすね。大学生の時だから、フォートナイトしてる時やわ。同じこと思った。そのインスタ懐かしいなと思って見てたらさ、警察来た画像の一個前のポスト、 COD のゲームソフトを天ぷらにしてる画像出てきた。一口食べたけどね、あれ確か。昔頭おかしかったな。ツイートとかも全部頭おかしかったし、俺これをゲームの村のせいにするのはちょっと、そのゲームをやってるまともな人にいささか失礼な話ではあるけど、 COD やってるやつはまともなやついない。桜さんはめっちゃ爽やかに頭おかしいから好き。褒められてる気がした。でも違うんやろうな。欲しいものっていっぱいあるよな。時計落としたらどうしようっていうのでほんまに買えないわ。ちょっとかけただけでさ、つけたくないぐらいテンション下がりそう。一生後悔するもんな。てか俺このさ、メガネですら怖いもん。今ヒヤヒヤしながらつけてるもん。僕はあの16万円のメガネしてるんですよね。しかもこのメガネを自分の意思で買ったとは言い難い。デパート行ってメガネ買おうとして入ったメガネ屋がめっちゃ高くて、でもなんか死ぬほど丁寧に説明されたから、もう買うかと思って、もう買いますって言って8万円やったんよ、そのメガネが。で買います、あ、もういや8万円って、まあでも今月は結構頑張ったし買いますって言って買ったら、あの1時間半ぐらい視力検査とかめっちゃした挙句、最後の購入の時に、俺が浅かったんやけど、多分通の人はみんな知ってるんやろうけど、俺全くメガネ知らんくて、そのフレームが8万だっただけでレンズが8万して、一気に最後の最後に倍額リフトオフで16万円ありがとう。よくないわあの日。帰りに食べたたこ焼きうまかったぐらいしか覚えてない。あ、視力も悪いけど、そのブランドの、これ、フォーナインズっていうメガネなんやけど、ブランド。レンズが、それ専用のレンズなんよね。どんな人がつけてんねやろうなと思って、フォーナインズって調べたらさ、サジェストにさ、芸能人って出てくんのよ。で、見たら、明石家さんま、中居正広、トンネルズ。なんか、もう、あ、なんかごめんなさいってなった。さすがタレントさんだわ。うわ、うぜ。俺それな、その皮肉お父さんにも言われたよな。そのメガネなんぼしたんって言われてさ、16万しましたって言ったらさ、めっちゃ笑われた後に、やっぱちゃうねタレントさんはって言われた。あの時ぶん殴ればよかったな、初めて親父を。フォーナインズ着用芸能人、明石家さんま、サンドウィッチマン伊達みきお、山寺宏一、トンネルズ石橋貴明、稲垣吾郎、所ジョージ、奥田民生、羽生善治、羽生結弦、船越英一郎、水谷豊、さだまさしなどからの SQL へ。誰いきなり。ケンタッキーの月見うまそうじゃない？ケンタ混みすぎて昨日頼んだバーガー全部中身間違えない。
かわいすぎる全部か、もう余すことなく間違えられたか、もうてかそれ多分もう別の人の注文だろマックでバーガー頼んだらナゲット20個来たことある、おかしいやんそれは。もうメロンソーダ半分なくなってたことある、お前それよく飲んだな、え飲んだそれ、飲まれてるやんそれは、飲まれてるか一回サハラ砂漠の配達先に配達した後に来たから蒸発してるかの二択やん、もうそれ一回それで言ったら俺チキンナゲット開けたら中入ってなかったことあるけどな、だから俺300円マクドナルドに募金したことある、ミスじゃないけど、アレクサンドロさんが配達してきてガリガリのおっさん来たことある、配達員のあの写真付きのやつでさ、ハンドルネームみたいな人おらんかな、大魔王さんが配達に向かってますみたいな、くんなよあれで遊びたいな、配達員になったらキングボンビーっていう名前にして、キングボンビーさんが自宅に向かっていますにしたいわ、友達の高田純次にクソ似てるやつが配達員の名前ジョニーデップにしてた、できるんや、じゃあまあでもジョニーデップは別にできるか、人の名前やもんな、え、じゃあキングボンビーも別にできるんじゃね、キングボンミ、キングのその今いました、やばい、そういうくだらない当て字好きやわ、ガチでかっこいい名字の話しようぜ、サイオンじゃマジでかっこいいね、京極やばい、京極誠、神崎いいね、神ついてるのは大体かっこいいね、カグラとかもかっこよくない、キサラギはマジでかっこいい、スメラギのラスボス感やばない、こう一文字なの、一ノ瀬もでもかっこいいな、ゆずり派いいね、シーナもいいよな、シノノメを好きやわ俺、高顔いやそんな感じでさらっと言われへんで拾うで俺は、そんななんか今この名字っぽいの中にてかさちょっと逆にかっこいいか、よくさ自分これでこう読みますみたいな感じのさクソおもろい、高顔さんで合ってるから、あじゃあ金玉っす自分みたいな、高顔かっこ金玉もう終わってる、マジであかんわ、こんなんで笑ってたらあかんのよ、こんなんで笑ったら思うツボやもんお前もジャルジャルのネタやもんな、リモート面接できた名字やばいやつ、高顔かっこ金玉、高顔王子とかめっちゃおりそうやもん、えでも正直高顔っていう文字列だけで見たら案外かっこいい、雲に母親の母でキララ、それで言うとまたそのシリーズでこれうん、どうちん、知らぬいいかもう、あーそのシリーズな、海産物の感じ大体おもろいかもしれん、カタツムリ、カラス、トンビ、強そうな名字シリーズおもろいな、むちゃくちゃな名字シリーズちょっと無限に笑えるかも、ナメリカは、山嵐、ホズミ、それで言うともう極めつけはもう一番最後はもうこれよな、もうピリオドの部分はここやな、だしりとりのうんぐらいの感覚や、辛抱高顔辛抱、坊ちゃんの本名な、嘘やろ、親に見捨てられてるやん、てか役所が止めろよな、親と役所の過失で言ったら半々やぞ多分、僕坊ちゃん本名は沈坊、クレヨンしんちゃんそこで終わりや、第1話幼稚園で自己紹介だぞで最終回じゃない、風間トオル、ねねちゃん、マサオ、野原しんのすけ、沈坊終わりや、昼間3時の沈坊トーク終わりすぎてておもろい